元サッカー日本代表で、タレントの前園真聖氏が4日、東京 MX バラ色ダンディに出演し、入庁した県職員に訓示を行った際、職業差別と受け取れる発言をしたことなどを受けて、今年6月をめどに辞職を表明した、静岡県の川勝平太知事について言及しました。前園氏は、失言とかじゃないですよね。前にも言ってるし。多分、失言というよりも、自分が普段思ったことを、言っちゃってると思うんですよと、知見を語りました。また、6月1日時点で在職していれば、夏のボーナスが支給されると、一部で批判されていることについて、ボーナスも欲しいんでしょ。ボーナスもらって辞めますって、正直に言ったらいいじゃないですかと、コメントしました。